ドでレディーマンイーターでした。先にメンバーの紹介いきましょう。あの彼らがね、はい、今日は緊張してんのね、初めてだからね。イエイ。それでだって本番寸前にみんなで揃ってお手洗いに行ったという、みんなで譲り合ってますけども、さっきはボーカルかって話だったのよ。え、それを変えたのね。タカ、ドラムからいきましょうか。はい、どうぞ。はい、ドラムスの和田雅人です。だから分かんないからさ、どんなにいっぱいドラムがあるかさ、すごいんだシンバルが。ちょっと、うん、さあ、いかがだったでしょうか。ね、和田くん忙しいですね。もしもし、聞こえます？遠いから、509スタジオ大きいから。和田くん忙しいですね、そんないっぱい叩くの。忙しいのは大好きです。そうですか、頑張ってください。さあ、そして次はどこ行きましょうか。はい、手を挙げてください。はい、キーボード担当、井上俊二です。かわいい、いいですね、なかなか。顔もかわいいんです、井上くん。はい、そしてこっちですか。はい、はい、ベース並びにシンセサイザー担当の田中秀樹です。すごいですね。いや、私ね、初めて見たのね、今日、うん、さっきのオープニングの時にベース弾きながらこうやってね、手はこっちのね、シンセサイザーやってたでしょう。はい、大変ですね。頭の指令はどういう風にうまくいくんですか。大変ですね。はい、頑張ってください。はい、しかしね、このかっこいい、そのベースとこうシンセサイザー置いて、ただこの机がなんか情けないって感じがしますけども。さあ、そしてこっち行きましょうね。はい、はい、ギターを担当してます、阿部匠です。なんかギターというよりは音響効果なんですか。阿部君、暴走運転はやめてください。なんか効果という感じがしました。本当に素晴らしい効果音でした。はい、さっきの、ソロなんかもね、すごいなんかこう聞いてますとね、なんか最終的には宗教音楽みたいな感じもしましたけども、ね、そう、はい、私はそれよりも、はい、遠いからなんか会話がうまくいきません。どうぞそちらで。お任せください。はい、はい、そして最後にボーカルの高田智也です。ギャオーなんか情けなかったなんだボーカルっていうのはなんかタンバリンかなんか持ってなかったですね。違う。というわけで、こういう5人の、はい、いや、5人のメンバーで、えなきちゃんがね、メンバー紹介はタカ君から行くんじゃないのって最初言ってたんじゃないのって、こっそりタカ君と私決めたわけ。みんなが楽器を弾くんだったら、タカ君もね、自分の喉の楽器を使ったらったら、あれじゃやらない方が良かったって気持ち。そういうのは一応構成者になるんですね。前もって言っていただいたので、はい、私がトイレになって言ってる間ですね。はい、はい、ということで、美薬という名の響きの中に乱らな瞳を見たとき、輝いていたダイヤの肌に心は騙されそうと、ということで、ね、今日はこの心は騙されそうというこのフレーズをお借りしたわけですよね。はい、私は高君でございますね。はい、曲は井上君という。はい、はい、騒いでますけども、お気に入りなさらないように。なんとかの遠吠えっていうのもちょっと元気がないけど、まだちょっと緊張が取れてないかな。それじゃ お話なんかする前にもう一曲いって元気を出して、はい、そして Q&A へ行きましょう。それではネバーランド、モノクロン。
が見えて隠れて怪しさに溶けてゆく風にかかるあなたとだけいつの間にか夢の途中の皆さんでモノクロームでした。綺麗だった。そうです、ね、拍手が増えたね、はい、メンバーも自分たちで、ね、そうだって一番盛り上げようという最後はキーボードだったからね、はい、本当にとってもあの可愛らしい少年たち、この頃少年たちがちょっとけたたましい少年も一人いますけども、はい、和田君よかったね。あのだってさっきの時はメンバー紹介の時にねマイクが僕だけはコーラスに加わってないからないとかって、はい、これは僕のマイクです。今度はで机のところに来たら一番前に和田君のマイクがあってよかったね。よかった。あの時にも幼稚園のほぼさんという感じがしますけど、ね、でもこんな感じ。このネバーランドっていうのは結成してもう4年ということだけど、そうです ね、うん、あの平均年齢はいくつぐらいなの。24近いです。23.4 という細かく言わせてもらえば、うん、23.456 っていう、はい、ね、はい、名前の方もあいうえおみたいな。そうですね、安倍井上なんとかとかね、あいうえおなんかすごい、うん、まあということ。本当にあの榎木ちゃんがさっきちらっと、はい、モノクロームに行く前に、ええ、あのなんとなくこう宗教音楽的になってて、最初のオープニングどこが宗教音楽なんだろうと思ったら、そうね、コーラスのとこなんかこう天使の歌声のようなね、はい、うん、天使の歌声、うん、天使ってきれいのやつ。ギャオーいや、違うね。いや、天使ってね、どっちだと思う？女の子と男の子と。天使でしょ。うん。パッとそんな考えないで。僕も女がいいと思う。みんなそうでしょ。私も女の子だと今日の今日まで思ってたわけ。はい、そしたらみんなのこうコーラスを聞いてると、これは天使は男かもしれない。実は女なんですよ、僕たち。うまい。今のうまい。よいしょ。それではここで気持ちが良くなったところで。すごいですね。強引と言いますかね。あのマンニーターのね、中のフレーズをお借りしました。はい、心は騙されそうというこの Q&A ね。はい、あの聞きの皆さんのを紹介しますから、どんどん発言があったら言ってください。静岡県清水市にお住まいの、今日は割とあの年齢層があの高い、はい、だっていつも16歳とか7歳とか多いじゃない、はい、今日はね牧田和美さん22歳で年齢層が高いなどと言ったら私なんかどうなんの。おい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 、かける3ぐらいですね。これまずい。あなたたちがリラックスしてるから、演奏の時は緊張してたけども、はい、おしゃべりになったら急にリラックスしてるから。こっちが本業なんですよ。私もなんか急にあのリラックスしてしまいましたが、坂田和美さんはね、
牧田ですよ。あ、ごめん、牧田和美さんは実際に騙された体験はって誰にどんなことで。私なんかいつも騙されてます、友人なんかひどいんですよ、うん、彼がいなくて寂しい寂しい、どうしたら彼ができるのかしらと散々言っておいて、いきなり全く突然に結婚するんです。いやねって、これ女によくあるのよね、うん、男はこういうのはどうかな。男はあの、もしそういう相手がいたらね、うん、言いふらしますね、やっぱり、うん、それがタカ君でしょ。はい、そんなこと世間一般の常識のように言うなよ。阿部君はさっきから発言してないけど、はい、どうですか。そうですね、うん、ここでもやっぱ往々にしてそういうのはありそうな気しますけどね。でもやっぱ隠しちゃうんじゃないですか。あ、本当、それはやっぱり性格だろうね。和田君も隠そうかな。はい、発言は出します、はい、僕なんか自慢しますね。あ、みんなの玄関に連れて行ってね、これ俺ハハとか言って、うん、これ俺ハハみたいな。あの女の子でほら、あの彼がいるにもかかわらず私今一人なのって言われて、その気になって付き合ってたら実はいたっていう、そういうことはないですか。あ、はい、ね、ま、私に任せてください人生経験は任せてください。タカ君、はい、私も何でも言ってます。でもタカ君ね、タカ君に言うけども、はい、やっぱり歌を歌うというのはそういう情感を込めなきゃいけないわけでしょ、はい、全部ドラマがあるわけだから、はい、ね、全てのドラマを体験できないとしても、はい、やっぱ女心とかね。そうですね、いいことです、まあ、アルバム今回全、はい、あの大体 C 書いてますから、うん、もう経験も含めましていろいろ。そうなのね、タカ君ってあのこう見かけはどっちかっていうと現代っ子のあんまりこうなんていうのかしら、入り口入ったら出口みたいな風に一見見えるのね、そう軽く見られがちなんですけどね、うん、ところが詩を読むと難しい漢字がいっぱい出てきます。漢字知ってりゃいけません偏見の場合ですね。いや、でもそれはやっぱりね、古いタイプの人間ですから難しい字知ってると偉いみたいなじゃあ曲の方行きましょうか。はい、あら、もう行っちゃうの、はい、あら、もうね、お話ししてたかったのにそれではお話ししてたかった、あなたのわがままって番組やってるわけじゃないですからね。一つだって若い男の子たちと話すのすごく好きなんです。だからそうやってね、こう、はい、仕事を通じてね、うん、接点を持たないようにして、はい、はい、それではスタンバイいいようですから行きましょうか、ネバーランドで虹、トラディション。広すぎると感じてきた夜の孤独なフェットサイド、遥かなる虹を見た、闇間に飾る虹を、この大地が
ネバーランドで虹トラディションでした、はい、帰ってきて、いい曲ね、帰ってきて。あのねお帰り申し訳ありません。あのね私自身も誰に似てるとかね、自分そういうふうに言われるのすごくあんまりね、はい、その人はその人だから好きじゃないけど、うん、でも、まあ、ネバーランドって初めて今日昨日皆さんで、はい、どんな顔の人があの声を出してああいう歌を歌ってんだろうなと、顔知らない人はやっぱり誰かとこうね、結びつけるとこう想像しやすいってなるじゃない。そうで、ね、でタカ君が歌ってるのを見てたらね、昔の岸田聡さんの顔に似てるなと思ったの。岸田京子さん。それは私全然似てない。岸田京子なんかそんな雰囲気がしたんだけど、うん、よく言われるんですよね、岸田聡さんですよ、うん、川崎麻世とかね。あでね、うん、あとね、うん、郷ひろみとかね。どこが全然似てない。ちょっとだんだんイメージが違ってくるけど、はい、